4月18日のシェンユン東京公演には、有名なベテラン女優も訪れ、公演の質の高さに賛辞を送りました。アメリカシェンユン芸術団の東京公演には、全国各地から観客が訪れました。公演は期待以上だったという声が多く聞かれています。女優の大川栄子さんは多忙な中、仕事の合間を縫って公演を鑑賞しに来ました。こういう古典舞踊ですか、それ見るのすごく初めてなので、あの CG とのコラボもすごく斬新で楽しくって、踊りも素晴らしくって、生演奏なので、いや本当に楽しんでます。少林寺拳法を学んでいる橋本さんは、中国文化を学ぶために鑑賞に来たそうです。芸術性なところもそうですけれど、身体能力もレベルのすごく高いものをされてるなというのはものすごくわかりですね。シェンユーは舞踊と音楽、3D のバックスクリーンで中国の歴史をリアルに表現します。橋本さんは公演を見て、さらに中国の歴史に興味を持ったそうです。歴史を少し、ね、紐解いていっていただいているので、そういった面ではお勉強になりますね。もう少し興味を持った時代を深く掘り下げてみたいなとは思いましたけど。大川栄子さんは、善や正しいものなど、世界共通の価値観を芸術で表現したと評価しました。人の心の中にあるさっき のテーマですけど、善ですか、良いこととか、そういう伝統的な心の中の正しいものっていうのを、またこういう芸術的な踊りとか歌で表現しているんだなと思って、それはみんな全国、世界中に共通しているものだと思います。本物の中国文化を表現するシェンユンは、日本人の心の金銭にも触れたようです。新東人テレビがお伝えしました。